はい、こんにちは。今日の動画内容なんですけど、はい、チップソー対決ということでですね、久しぶりですね。久しぶりなんですけど、今日はですね、あえて第5回の丸のこの刃選手権ではないんですよ。おちょっと思考が違うんですね。まあ思考というか、あのですね、まあ視聴者の方もみんな分かってると思うんですけど、この今現在弊社の丸のこのチップ刃選手権大会で4連勝中なんですね。チャンピオンです。で、今回今回じゃない、ずっと前もの動画も見てもらうと分かるんですけど、ヘキサゴンチップなんですね。要するにその剣先がたまたまね、ちょっとこのデザイン性の高い、これヤマシンさんの丸のこの刃なんですけど、はい、今回これをちょっとたまたまいただいたので、ちょっと自分も使ったことないんで、ちょっと切り比べしてみようかなと思ったんですけど、もらったのが8と12なんですよ。あ、なるほど。だからで、しかももうこれ剣先が通常なんですね。だからもうなんつうんですかね、結果わかるんですよね。いや、わかりませんよ。だからもう もうこの時点であれなんですよ、この剣先がもうこうやってヘキサゴン、まあ、加工っていうか、ちょっとカクッとした加工してる丸のこの刃と対決させるにはちょっとこれもう弱いんですよ。で、俺が南君とあれやるようなもんだから。あ、なるほど。もう結果分かってるから。だからあえて今日はこの同等品って言ったらちょっとあれだけど、剣先が加工されてない元行のこれ 12P、はい、こっちはヤマシン、まあ、レーザーなんかでねおなじみヤマシンの丸のこの刃なんで、これをちょっと今日は比較してみようかなと。でももうこの剣先のこのヘキサゴン知ったら使うこれ。チャンピオンがちょっと強すぎるんだよね。元幸さんとかの黒シャチさんとか、はい、元幸さんとか黒シャチさんは剣先加工してあるんですよ、はい、だけどこっちはもうただほらもうめちゃめちゃ切れそうな顔してるでしょこれ。そうですね。いい顔してますよ。ねえ、はい、鋭い、はい、なんかオラオラな感じの丸のこの刃なんで、ちょっとね実力のほどをちょっと試していこうかなと。まあ多分僕はもう元幸さん信じてるんで。元幸信者ですか。信者ですね。もういやもう信者に変わりました。福岡部長、この間ありがとうございました。はい、なんでちょっと山新さんぶっ倒していこうかなと。ちょっとじゃあ、しかもこっちほら10枚買えば1枚もらえるキャンペーンやってるからね。これはでかいですね。これでかいでしょ、うん、別に俺元幸さんがなんかあれで本当に変な宣伝じゃないけど、実力でこっちだから。まあ、今回この鋭いヤマシン、レーザーは俺ヤマシン使ってるんだけど。そうですよね。じゃあちょっと対決していこうと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、元幸さんの 12P ですね、はい、から切断していこうと思います。はい、まあまあ全然綺麗ですね。どっち、こっち側ですね。こっち側ですね。綺麗だよね。安心の切れ味ですね。もう安定のね。はい。でもヘキサゴンチップじゃないからね。剣先。もう一回切ってみますね。はい。綺麗だね、やっぱりね、12P ね。はい、挑戦者こちらですね、ヤマシンさん 12P の、はい、こちらじゃあ次行ってみます。悪い顔が。めっちゃ怖いもん、この顔。すごい切るぞって勢いが。切れ味良さそうだよね、顔は。はい、じゃあ行ってみます。お願いします。カットしていきます。お願いします。
いですね。切れる。ね。全然綺麗ですね。全然綺麗。これ結構綺麗だね。山新さんもね。山新さん結構やりますね。山新さん結構すごいっすね。メーカーですからね、ちゃんとした信頼できるメーカーですからね。ねえ、なんか調子に乗ったことすいませんレーザーだけじゃないレーザーだけじゃないっすね。切れ味すごいっすよ。ちょっともう一回切ります。はい、結構でも綺麗ですよね。でもなんか若干ですけど、はい、素人的な目線から言うとなんか音でかい気がする。あ、音が違いますね、やっぱりね。宮崎さんのあのいつもの静かに見る感じの音じゃないもんね。どうですか、その入り方とか。やっぱり力がいります、ね、これね、これこの間聞いたんですけど、これね、わかるかな、この丸のこの半のこのさ、こういう微妙ななんか Z みたいなマークがあるの分かる？分かる？ああ、あります。なんか S 字みたいな書いてあるんですね。そう、これがあの音を軽減させる意味があるんですよ。そうだったんですね。これで元幸さんの方は4つね、こういうのがついてるけど、はいはい、山新さんのやつは3つしかついてないから、これでちょっと音の差があるのかも、出てるのかもしれない。あ、初めて知りました。はい、ただの模様じゃなかったんです。そう、違う、ちゃんと意味はあるんですよ。で、剣先に関しては両方とも同じですね。剣先加工なしです。四角い、四角い感じのダイヤの頭になるんで、なのでまあ若干その音とかそういった考慮があるのはまあ元幸さんかなと。でも実際これ切れ味でいった時にもうほとんど変わらないですね、これ。そうですね、これだから好みになってくるっすね。この顔が好きだもんね。そうなんかね、悪い顔が、悪い感じの顔がまたもうなんかねえ、やっちゃうぞみたいな顔してるますもんね、これね。山新さんのやってやるぞという、もうなんかこう表に出てる感じしますよね、山新さんの。もし山新さんの営業さんね、これもし見ていらっしゃいましたら、ぜひですね、今度対談させてください。はい、ということで、一応カットの方をしてみたんですけど、まあ結果的にはこれ両方ともまあ素晴らしかったです。はい、でもちょっとこれで終わるのもあれなので、その剣先、あのヘキサゴン加工してある元幸さんの今4連勝中のチップ層と比べてみましょうか。おー、チャンピオンが登場ですね。チャンピオンとちょっとじゃあまた歯変えます。おー、じゃあ今脱着終わりましたんで、脱着じゃねえや、取り付け終わったので、はい、元幸 10P ヘキサゴンタイプですね。じゃあ切ってきます。やっぱり違うね。細かくてみたいなのやっぱないですね。はい、気持ちの気持ち、ないわ。静かですね。音も静かだし、もう全然違うもんね、仕上がり。やっぱりほら細かいことでこれ出てるもんね、こうちょっとね、こっちも。まあこれ同じ元幸さんですけど、そうですね、だいぶ違いますね。ああ、そっちから見てて分かる、なんか出てる、出てるっていうか、なんか欠けてるみたいな感じが分かりますね。こっちないもんね。綺麗ですね、綺麗なものですね。まあ、やっぱり Z
全然違いますね。もう切れ味が。はい、ということで、切り比べ、まあ、やっぱりこのヘキサゴンチップっていうんですかね、この面が取ってある、剣先が加工してある丸ノコの刃にはやっぱりどうしても通常タイプだとなかなか及ばない仕上がりが、うん、山新さんの丸ノコの刃もね、非常にいい丸ノコの刃だと思いますよって思ってたより、すごいいい丸ノコの刃でした、うん、もしかしたらあの今までの過去にやった中では、うん、みんな剣先加工してなかったはずなんで、金房さんとかあと田島さん、その中でもはかなり精度がいい方だったかもしれないですね、うん、仕上がり的にね。ただやっぱりこちらあの元幸さんのヘキサゴンチップちょっとまた人レベルというか違いますね。そうですね。だからやっぱりこれとか、この間前回動画撮らせてもらったあの廃坑機さんの黒シャチなんかが、うん、非常に切れ味というか仕上がりがやっぱ全然違うす、うん、切れ味はまあ本当新しいうちって結構みんなスーッと行くんですけど、切れ味に関して、切れ味とか仕上がりに関してはもう断然このヘキサゴンチップ面が取ってあった方が綺麗です、はい、そこでですね、これ第5回丸ノコの選手権刃がね、予告しておきたいんですけど、はい、これ視聴者さんからコメントがあった、あの丸ノコのチップ層で、これ視聴者さんからあったその丸ノコのチップ層のコメントなんですけど、はい、ハウス BM 円丸 V っていう、はい、チップ層も切れ味がすごいらしいんですよ。この今度第5回のチップ層選手権でハウス BM さんのデンマル V ダイヤっていう 100% の丸ノコの刃とこの元幸さんをぶつけてみたいなと思ってるんですよ。そんなカンナで話をしていた時にこちらの山新さんの鋭い顔した刃が出てきたので、ちょっと今日急遽やってみたんですけど、次回の第5回チップ層選手権もぜひ楽しみに待っていてください。楽しみですね。はい、はい、じゃあ本日も最後までご視聴ありがとうございました。なんだっけ、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。